どうも、ダークセイバーです。よすがの空とかいう今もなお語り継がれる伝説のアニメに対するネットの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。改めて見直すと M なくても普通に良いアニメだった。玄関さえなければ癒しアニメ。近親相丸のタブー扱う上であそこは必須やろ。玄関でやる必要あったんですかね。見られて周囲に軽蔑される必要があったから。やっぱ実前へ丸毛は周囲に突き放されて全てを失ってそれでもってとこが醍醐味よ。まあ映画でくっつく実前ヒロインは許さん。クローバーポイントええよな。知ってるけどやってないそろそろやろうかな。つなぐ絆って曲だけ知ってる良い曲や。オープニングエンディングがめっちゃ好き。あんなので巻き起こししようとすなよ。これはマジで笑う誰や自治体の担当者。青春ものって説明されてたんだぞ。記憶の羽もつなぐ絆もももクロのも全部ええよな。シリアスな本編に対しての最後のエンディングがちょうどええ。妹編だけでいいよね、これ。まあ8割空ゲーやし。普通に田舎アニメとしても好きやわ。音楽と田舎の夏のあの死にたくなる感じがたまらん。友達のゴリラみたいな男がうざすぎる。ほぼ出番ないのにうざすぎる。画面が黒すぎる。BD 変えよ。メイドのおまけアニメパート好きだった。あの扱いはマジでアニメスタッフ有能。隣に住んでる巨乳のやつ知女だよな。ニコニコで見るとダカツのごとく嫌われてて笑うわ。わしみ足の盛り上がりを見て足かがしも変なスイッチ入っちゃったんだろうな。まだ普通のエマルゲアニメやったらなでもそれじゃ話題にならんかったかもしれんけど。みんな H すぎない？わかるでもソラちゃんが一番 H。ワイが見たのはなぜかエマルシーンが一つもなかったんやが？なんか画面光っとるか暗かったやろ。どういうこと？違うアニメじゃない？最近出た複製原画と空のフィグは買ったわ。未だにコンテンツ続いてるのすごい。これ原作はそこまで人気やないしアニメ効果でかいよな。聖地巡礼で足利何回か行ったけどのんびりしててえ場所やで。それこそ玄関とかで話題になったわ。なわいもアニメから原作入ったし。正直名前が一人歩きしとる感もあるけどエマル抜きでも一度見てほしい作品やわ。まあ後半ドン引きする方が正常なんやろうけど。エマルを抜いても曲と BGM とマヤ田舎の雰囲気もろもろかなり良かった記憶。あの田舎の夏の青春の綺麗なものを集めた感じマジで死にたくなって好き。近所に住む巨丸のメガネ好きだったわ。巨丸メガネに嫉妬する妹の反応もすこ。メガネがなければもっと良かった。BGM が噛みすぎ。常に切なめなピアノ曲なのええよな。玄関のシーンは何度見ても爆笑する最高のアニメ。玄関のシーンこそマジでアニメ史の伝説。同級生に人が玄関開けて悲鳴あげるの草。重人公やばすぎやろ思ったけど幼少にレマルプされたら空歪むわな。実前ヒロインはこれと黄昏の新セミアしか知らんわ。昔は実前ソフリンあかんかったらしいけど今はそこそこおるで。エンディングがももクロなのがポイント高いわ。オープニング本編エンディングおまけエンディングって構成最高。この曲でももクロ好きになったわ。委員長いい子なのに玄関でトラウマ植え付けられてかわいそうやった。かわいそうだけど失恋ヒロインは悲劇的なほど可愛いから大好き。つなぐ絆の最後の盛り上がるところめちゃくちゃ好き。あの店長で毎回シャマルするわ。めったに聞けないやんかわいそうや。結局このアニメって実前とくっついてどっ逃げるん？アニメは死んだ歯と駆け落ち入るけどどうなんやろ。原作は FD あるからあれやけど。原作があれだからしょうがないけどズマル X 要素いらんかったよな。そりゃルートは少なくともいるやろ。まあごまかしようはあったと思うけど振り切ったからこそ伝説になったし。結局萌えアニメのやりたいことを全部やってやりすぎると結局玄関になる。萌えアニメはいい感じのシーンになると妨害入って寸止めされるけど。妨害が入らないで萌えアニメがまっすぐ進むと玄関に行き着く。極論すぎるけど好きよその考え。萌えアニメはいいところで寸止めで妨害が入って丸アニメは妨害が入らないで果てるけどよすがは果てた瞬間に妨害が入るから面白い。すべてが手遅れのタイミングで妨害が入る。負けヒロレイプメガネブスズキ。ボロクソで草。妹、しかも実前、しかも双子メガネから委員長まで何から何まで濃すぎる。エマルゲ原作できっちり本編にエマル要素がっつり落とし込んでんの後にも先にもこれだけやないか。条例変わった頃のやつで今はもう無理なんやろな。そもそも最近エマルゲアニメ全然ないし。
アニメしか知らんけどおさげの委員長みたいなのもセッマルスするルートあるん？ FD 救済組。老いたちからして普通じゃないからな、思い出を共有してる相手が唯一妹なんやからそっちに行くのは話の必然。そもそも空が可愛すぎるのがあかん。なんて読むんや？空妹。音楽が謎に壮大だったな。あんなので町おこしとか今ならフェミブチギレ案件やろ。広まってないだけであんなんフェミやなくてもドン引きやろ。自治体がお役所仕事で受けるのが悪い。こんなのが企画としてあるんやってなったら下調べくらいするやろ。農林といいアホしかおらん。結局あれってスイスに行ったんだっけ？靴職人？原作はヨーロッパ行っとるなわいはアニメ志望派や。明らかにあの黒いウサギは双子で子供作った場合の奇形児のイメージのぬいぐるみだっていうのは分かったけど。最後はオープンエンドだな。死んだとも、スイスの魔の山に行ったとも取れる。セクロスアニメやろ？せやで地上派でやったエマルアニメや。聖地の神社に参拝客が自由に書けるノートみたいなの置いてるけど、よすがの空への長文の恨み節書いてる人いて草生えたわ。書いてるやつは書いてるやつで兄オタっぽい地元民なら素直にかわいそう。なおちゃんはもらっていい？メガネだけあげるわ。秋空は？演出がくどすぎるよ。すがが3分で済ますことを3ヶ月かけてやってる。新婚の頃に嫁と一緒に見たわ。二人ととも展開知ってないとドン引きやんけ。ももクロを知ったアニメ。お笑いを見てうちもって思っちゃったんやろな。ガルパンのが先やっけ？よすがの方が先や。わしみや見てワンチャンあると思ったんやろ。鏡んもとちかみみたいになっとるし、わしのみやはうまいことやったわ。せやん、生さなをアニメ町おこしなんてまともに成功した例が奇跡や。聖地巡礼なんてドラマでも映画でもあるのにわざわざアニメにこだわるのがわからんわ。アニメで町おこしで直近で流行ったのなんや、だいたい失敗してるやろ。君の名は野郎ね階段が流行した。ワイも玄関でやりたい。カンナギの悪口はそこまでだ。ももクロのアニソンええよな。ドラゴンクライシスのやつとかもスコやった。非実在青少年論争に終止符を打った英雄。オープニング好き。エアフォニアスで一番好きやわ。同じ会社のロボが出るエマルゲの方が好きや。スフィアの他作知らんけどそんなんあるんか。妹も興奮したが、一番興奮したのは両親の不仲でストレス溜まった幼少の巨乳がふと見かけた主人公を欲望のままに逆レマルプしたところやわ。ミコさんも悪くないぞ。でもやっぱりメガネ逆レマルプからの玄関のせいでその辺誰も覚えてない。Cパートも面白いけど最後の3話のインパクトに何も勝てない。これほんまエマルイ。それを空が覗いてるのもエマルイ。録画で見ようと思ったらエマルシーンの直後から再生された。パッパカー、に定期。よすがのゲームのあの玄関のストーリー書いたライターって誰なんだろう。エマルゲやらんけどその人のシナリオならやりたいわ。玄関ってギャグのようで必要なとこやからな、結局他の女は他人っていう話のテーマみたいな部分。実前は全てを捨てられるほど愛が強くないとルートに信憑性ないからな。アールムージルの影響を感じる。寄宿生テルレスの犯行で、玄関の暗がりから覗く家の女の顔よりいやらしいものはないってひたすら言ってたし。有名な特性のない男は双子系米近親相丸の話だし。ちょっと勉強になってくさ。下野の声で抜いた。下野キャラ可愛くて好き。このアニメで一番可哀想なのは委員長だよな。原作では委員長ともエチエチルートあったんやろか。ざまあみろって気分にならない？田舎の山村の狭いルールに魂売ってるというか、あの委員長以外は驚きつつもなんとか受け入れようとしてたけど。可哀想で可愛い委員長は FD 組やね。なお本編にメイドルートはある模様。曲いいよ。縄の構成も分岐で戻って各ルートやってなかった？ロード方式悪くないよな。いちいち初めからやるとテンポ悪いし。え、まるで原作全部あのやり方にしてほしいわ。見やすいよな。でもよすがは綺麗にまとめたけど、基本的にはエマルゲアニメって時間足りなくて破綻してるイメージあるわ。ほんまこれ無駄な引き伸ばしもなくトントン進んでって、またセーブポイントから分岐方式がええ。みことやるとこで抜いた。よすがの空とかいう今もなお語り継がれる伝説のアニメ。神アニメ、よすがの空の思い出。当然のように挟まれるお色気を超えた18禁シーン。雰囲気好き。夏になると思い出すんごねえ。いや普通思い出さねえだろ。お前の人生どんだけよすがが占めてんだよ。いや夏に田んぼと川が流れてる風景見たら普通思い出すだろ。のんのん日和とかエアージャイかんのですか。
のんのんびよりは良くも悪くも記憶に残らんかったなぁ。面白かったけど、インパクトが強烈だったのはよすが。面白いとかじゃなくて田舎の雰囲気の話よ。よすがは作画が雑魚すぎる。町おこししようとした先般を許すな。メインヒロインがガチ妹で大正義って結構すごいとす人の愛は思う。エンディング二つとかいう謎采配。お前らやっぱり妹が一番好きなんか？妹以外選ぶやついけぬめやろ。王道を行く、カズハちゃんですかね。駄菓子屋の姉ちゃん可愛いやん。ももクロの黒歴史。オープニングとエンディングから入ったらビビったわ。めっちゃええ曲やったし。田舎感と BGM 大好き。ゲームの妹好き。主人公が尻出して動かないシーンで爆笑したわ。地元だから辛い。東京都公認アニメやぞ。玄関ホントスコアと委員長ってゲームやと攻略できるん？アキラと妹で迷う右輪さんとかいう名前で損してるヒロインとレイプメガネは湖に沈めるんを。普通にノンノンエアーよりおもろいわ。ワイとももクロの出会いをくれた神アニメ。音楽とか田舎の情緒とか見どころもたくさんあるんやけどな。エロしか話題にならんのは寂しいな。わい、いきなり本番が始まって放送してもいいのか戸惑う。あのインデブ女が好き。妹とミコスコ。よすがの空結構好きなんやけど他におすすめのアニメある？グリザイアの果実。ないよすがの空がレジェンドなんや。委員長といつやるんだろうと思いながら見てたら終わってた。わかる。玄関ショックからの後日慰めセッマルスあると思ってたのに頭きますよ。ヤンキー雑誌実はナックルズやヨーロッパの他国のカルト的文化を取り上げる雑誌の載ったという事実。見たことないけどよくこれと並べられるキスシスってどうなん？弟の膝に乗ってキスしてたらパンツびしょびしょになっちゃって膝にべっとり染みつけてる日常系萌えアニメやぞ。ももクロの出世作んごねえ。でも他のハーレム主人公やけに普通の性欲が付与されてたらよすがの空展開起きまくるよな。よすがの空は現実と肉薄した写実的作品と言える。割と的を置いた考察で草。つなぐ絆ほんと好きに多様な雰囲気のアニソン教えて。片翼のイカロス。選ぶなら妹やけどアニメで一番抜けるのはムルーとかいうやつ。神社の巫女が可愛かったコナミカン。よすが好きなやつはミセルフやワーセルフも好きやろ。各ルート分岐で浮気せず一人ずつ消化していったのが良かった。ニセ恋も見習わないかんとちゃうんか？星掛けもそうだったけどハーレムものはこの手法が正解やと思う。これ以外に抜ける一般アニメを知らん昔のやつも含めて。アニメの進め方は好きやった分岐ルートをしっかり作っとったからここでこの行動取っとればあれやったんかってわかるから好き。アベマはよすがの空一挙放送しろよ。ネットで無修正版見たけどグーエロかった。あれ一部地域で放送したとか草生える。雰囲気良さそうやし町おこしに使ったろ。原作者いややめた方がいいっすよ。超コマ。じゃあやめとくわ。この数年後農林で町おこしに成功する。これを町おこしに使うという狂気。地上ハイマルのナンバーワンでいいんか。殿堂入りやろ。に人切りになったらなりふり構わず H するのに好感持った。なぜか6000枚売れたらしいぞ。え、丸は偉大。最終巻だけ売り上げ伸びてて草。ゲームって面白いんか？セールやってるしか多か迷ってるんやけど。メガネ性格嫌いだけど体つきは好きやで。スクイズの世界的な。下野紘の代表作やぞ。ソラちゃんのフィギュア欲しい。童貞役ばっかやらされてた下野が帳尻合わせのようにやり丸役で草生えた。都の青少年育成条例で審査して OK 出たのはほんと草生えた。空が可愛いアキラがペンダントつけてやるのには興奮した。